クソ嫌になりのつく日常。先輩女子媚び打っても生きづらくて変わんないよ。もうけど毎日耐えて偉いでしょ。その通りかよ。枕濡らして泣いてもあいつらは死んじゃいない。やめたいと思ってる、切りたいと思ってる。理想の自分になりたい。甘やかしていいじゃないか、別にできそこないでいいじゃないか、繋がれたっていいじゃないか。叶わないな、つまらないわ、休んだっていいじゃないか、別に言い返してもいいじゃないか、自己中だっていいじゃないか。くだらないな、笑顔もないわ、やっぱり泣きたくなる日々なのに必死に生きてらいよね。好きな人に裏切られたり、でも笑顔振りまいて辛いよね。もうどうしようもない時、いつでも慰めるからね、おいでね。さあネガティブが終わるまで共に戦っていこうね、yeah。